専用筐体専用筐体サラマンヘビは1986年にコナミから販売稼働されたアーケードゲーム用重量スクロールシューティングゲーム本作の日本国外版の名称はライフフォースとなっているがこの名称の作品は2種類存在する一つは背景の一部を差し替えて国外向けに販売されたものもう一つは国外版をもとに 多数のアレンジを施し、日本国内向けに稼働されたものである。なお、国外版では、ボイスの追加、ストーリー説明の追加などの改変がある。アーケード版の稼働以降、ファミリーコンピュータや、PC エンジンなどの家庭用ゲーム機や、MSX や X68000 などの日本、国内向けパソコン、アムストラッド CPC、コモドール64、 ZX Spectrum などの欧州向けパソコンなどに移植された。アーケード版は後にセガサターンよびプレイステーション用ソフト、サラマンヘビデラックス、パックプラスやプレイステーションポータブル用ソフト、サラマンヘビポータブルなどのオムニバスソフトに収録された。家庭用ゲーム機版は後に Wii のバーチャルコンソールや Windows のプロジェクトエッグなどで配信された。 その他にも携帯電話アプリゲームとして、携帯電話各キャリアにて配信された。アーケード版は、ゲームストムック、ザ・ベストゲームにおいて、読者投票にて16位を獲得した。後に続編として、サラマンヘビ2が稼働されている。グラディウス稼働の翌年に、リリースされた作品であり、一連のシリーズの中では、続編にあたる。ただしストーリー的には、 グラディウス2ゴーファーの野望マイナスが続編に該当し、以降も多数のシリーズ作が登場している。ステレオ対応の FM 音源サウンドや、場面に合わせた、ボイス、プロミネンスに代表されるグラフィックや、演出効果が話題を呼んだ。当時は、ステレオ対応筐体が皆無だったこともあり、2D シューティングゲームとしては異例である、専用筐体販売が行われた。そのため、 流通数が少なく、当初は、プレイ待ちの行列が至るところで見られた。本作は、グラディウスシリーズの一角を担う存在だが、そちらとは別に本作の続編として、サラマンヘビ2が制作された。前述した、日本版、ライフフォースも含めて、サラマンヘビシリーズを形作る3作品は、プレイステーションセガサターンで、リリースされた、オムニバスソフト。 サラマンヘビデラックスパックプラスにて、全作が収録。どれらの作品もオリジナルに、ほぼ忠実に一色された。その後、PSP で、さらに別作、ゼキシックスとシークレットタイトルを含めた5作が、サラマンヘビポータブルとしてリリース。プレイステーション4、ニンテンドース o s w では、ダウンロード先代のレトロゲームシリーズ、アーケードアーカイブスにおいて、本作と日本版。 ライフフォース、北米版、ライフフォース3作がひとまとめにされる形で移植、配信されている。なお、以下の本文中において特に断り書きがない場合は、AC 版についての解説である。これを元にした、各種移植作品についての小説は、多機種版の項目を参照。ただし、MSX 版に関しては、AC 版などと、 共通する要素がタイトルと BGM くらいで、ステージ構成など、多数の要素が、大幅に変更されているため、別項、サラマンヘビが作られている。MSX 版の詳しい内容は、そちらの項目を参照。8方向レバーと2ボタンで、1P 側が、ビッグバイパー、2P 側が、ロードブリティッシュを操作する。全6ステージで、奇数面が横スクロール。 玉数面が縦スクロールである。二人同時プレイが可能であり、ステージ6以外であれば途中参加ができる。コンティニューはできず、クレジットを追加することで、上限はあるが残機が増える仕様。得点による残数の増加はない。ループゲームで、周回数を重ねるごとに地形が変わるほか、三周目以降は、倒した敵機が玉を打ち返すようになるなど、十周目まで、 難度が上がり続ける。パワーアップはグラディウスのカプセルストック製ではなくアイテム製になっている版 MSX 版はカプセルストック製。各移植版の項も参照。時期が破壊されても画面が切り替わることもなくその場で復帰しゲームは続行される。このような違いからグラディウスシリーズの中でも異質な作品となっておりグラディウスとは一味違った。 独自のシステムとなっている。なお、パワーアップがグラディウスと同じカプセルストック製になったライフフォースも発売されている。パワーアップの構成はグラディウスと似ているが、パワーアップの方法はそれぞれの装備に該当するアイテムを取得することによって行う。本作ではアイテムのことをパワーユニットと称する。パワーユニットは特定の敵を倒すことによって出現する。 なお、このパワーユニットを持った敵の出現位置はすべて固定で、あるが、数は、プレイによって異なる。プレイされない間のデモンストレーション中に、各、パワーユニットの説明が表示される。パワーユニットとその効果各装備の細かい性能や、補足事項などについては、パワーアップの制約、固有性能で解説する。突起ないものは一段階しか、パワーアップしないが、 いずれもパワーアップ限界数を超えて取っても得点にはなる。パワーアップの制約、固有性能を発売された当時としては、画期的な二人同時プレイを実現している。1P 側と 2P 側で、それぞれグラフィックは全く異なるが性能に違いはない。双方の機体は互いに重なることができず、ぶつかると相手の機体を押すことになる。押された結果、 地形に接触してしまうとミスとなるため狭い場所では左右に少し動く時でさえ相手の位置に注意しなければならなかった。これは AC 版サラマンヘビやこれを忠実に移植した作品のみの現象で国内版ライフフォースや FC 版などではこの現象は起きない。また押された側のマルチプルは移動しないので 通常ではできないような時期とマルチプルの距離の開け方も可能であり、二人同時プレイの場合はこれを利用して、ボス戦に有利なフォーメーションを取るなどといった使い方もあった。前述の通り、二人同時プレイの場合であっても、マルチプルを装備可能な最大数は画面内に4つまでである。片方のプレイヤーが1つ以上装備すると、 もう片方のプレイヤーはその個数分だけ装備可能なマルチプルの個数は減る。片方が4つ装備するともう片方のプレイヤーは1つも装備できない。敵の出現位置、攻撃方法、アイテムの場所などは完全に固定されており安全地帯も多いためパターン化によって攻略法を確立できる。なお、本作ではグラディウスとは異なり再開時に 一定の場所まで戻されることはなくその場で復活し、復活後、装備していたマルチプルが回収可能である。そのため、定時修ならばミスした場合でも、グラディウスよりは、復活が容易な場面が多い。復活時は、数秒間の無敵時間があるが、すべての装備を失ってしまうため、その無敵時間を活用して立て直すことは、困難であった。二週目以降は、 周回数によって地形が変わったり、周回を重ねるごとに打ち返し段が増えていくなど、最終的には尋常でないほどの攻撃をしてくるようになり、工事集では一度ミスすると復活は極めて困難になる。なお、4面最後の地上ハッチなど、一旦破壊されるとその後のプレイではボスが攻撃をしてこないという使用のため、プレイ条件は常に一定ではない。戦術の通り、 グラフィックやステレオサウンドが特徴として挙げられる。さらにシリーズを通じて初めて声による演出を行っている。主に武器をゲームプレイの最初に装備した時、ステージの切り替わり、ボス戦の直前に発せられる。ミサイルを装備していない時にミサイルショットボタンを押すと音声で注意される演出もある。ただし、これら音声の演出は周囲で 他のゲームが稼働しているゲームセンターなどでは聞き取りづらくさらに低音質だったため聞き流されることがほとんどだったこの声の演出は以降のグラディウスシリーズにも標準的に採用される美しい輝きを放つ水の惑星ラティスには太古より伝わる炎の予言があった先行年の彼方より 炎の海に住む巨大な竜が目覚めるとき、狂気のフォースが迫り来て、天地は闇に飲み込まれ、やがて光は打ち砕ける強大な勢力で侵略を続けるバクテリアン星団、サラマンダ軍の進行が惑星ラティスへと及んだ。サラマンダ軍の猛攻に、ラティス軍はなす術もなかった。惑星ラティスの王子は、自分の名前をつけた、時空戦闘機、ロードブリティッシュ号に自ら乗り込み、 敵との戦闘を行ったが満身創痍で脱出し、かつてバクテリアン軍団を打ち破ったと言われる、惑星グラディウスに救援を求めた。報告を受けた惑星グラディウス軍の勇者は、ロードブリティッシュ号を伴い強大な支配力を持つ、サラマンダ軍の母星へと飛び立つため、超時空戦闘機、ビッグバイパーを発進させる。本作品最大の特徴であり、グラディウスと比べて、 最大の違いが、スクロール方向が、横だけではなく、縦にもなる点である。これにより、本作品の戦略性が高まっている。スクロール方向により装備の性能が変わったり、時期の当たり判定が変わるなどの要素も含まれている。また、グラディウスに比べて、スクロール速度が速い。装備面ではミサイルが、その影響を多大に受けており、 グラディウスに比べて大きく変更されている。横スクロールでは上下、縦スクロールでは左右と同時に2方向へ発射可能となっている。また2面を除く縦スクロール面では前方画面奥側にも発射するが、これは空間のリアルさを表現する手法にとどまらず、画面奥の一部の地上物を破壊することもできた。表における KDE は現在、 コナミの家庭用ゲームソフト事業を担うグループ会社コナミデジタルエンタテインメントの英略称サラマンヘビ初の家庭用移植作品ハードの制約から AC 版から大きくアレンジされているがコナミが独自開発した特殊チップ VRC3 の搭載により前作 FC 版グラディウスよりオプションの装備可能数が増え大型ボスも登場している 外角が半透明で内部の基板が見えるスケルトンカセットを使い、それをアピールしたテレビ CM やグラディウスの正当続編ということで話題を呼び、ファミリーコンピュータマガジンの集計では、初登場の売り上げ1位に輝いている。以下、AC 版からの変更点。サラマンヘビを参照。AC 版におけるブート時のメモリチェックや、クロスハッチ表示、テストモードまで、 忠実に移植され、AC からコンシューマーキ期への忠実移植ブームの日付役となったとされる。しかし、発売当時の純正ハードである1 0ヘルツモデルでの動作はやや重く、3面のプロミネンスの表示が特にもたつく。また、1面の BGM に若干の違いがある。開発は SPS で、発売はシャープ。 発表から発売までに当時としては異例なほどの発売延期が繰り返された。後に SPS の担当者が雑誌インタビューにてほぼ完成していたバージョンの出来に納得できず、それまでに作成したすべてのデータを破棄して一から作り直したためと説明していた。裏技で BGM だけを聞くことができるが未完成どころか明らかに曲になっていないものなども存在する。 X68030 の高速動作モードでは BGM が正常に演奏されないほか、吸気種互換モード下でも MC68030 のキャッシュ機能によるフリーズ頻繁により正常には動作せず不具合を解消するためには、有志が作ったパッチソフトを使う必要がある。静止画の画面写真を見る限りでは、一見オリジナルに忠実な移植作のように見えるが、 実際は、システムゲーム内容ともに、かなりのアレンジが施されており、その内容は大きく異なるものとなっている。中でも一番の違いは、一人プレイ時に、グラディウスと同じ、時期が破壊されると復活ポイントに戻される、システムに変更されている点である。それ以外にも、敵のアルゴリズム等が大きく異なり、全体を通して、AC 版よりもスピードの速い敵が多く、 ステージ3のプロミネンスの出現パターンも AC 版とは全く異なりアーケード版では可能だったステージ4や6での画面奥へのミサイル投下ができず画面のハッチや壁は破壊できないそれ以外にもアイテムの出現数出現位置がかなり違うまたレーザーも短め音楽はオリジナルよりも一部音程が異なる部分があるが PC エンジンの内蔵音源の特性から、アーケード版よりも MSX 版に近い雰囲気になっている。また、PC エンジン版、グラディウス同様、横スクロール面で画面が上下にスクロールする。タイトル画面と OP の武器説明の箇所には、新規にオリジナルの BGM が追加されている。2007年9月11日より、Wii のバーチャルコンソールで、 2010年7月21日よりゲームアーカイブスで2014年10月22日より Wii U のバーチャルコンソールで配信されたほか2010年12月20日発売の iOS 用ソフト PC エンジンゲームボックスに収録されているまた2013年6月20日よりクラウドゲームとして G クラスターやヒカリ TV ゲームで利用できたなお バーチャルコンソールよびゲームアーカイブス版では、画面が点滅する演出が削除されている。2020年3月19日に、コナミより a m a z o n .com 先売で、家庭用テレビゲーム機、PC エンジンの復刻版である、PC エンジンミニの、海外版である、PC エンジンコアグラフィックスミニと、ターボグラフィックスマイナス16ミニには、 プリーストールの58作品の中の一作として PC エンジン版が収録された。サラマンヘビデラックスパックプラスとしてサラマンヘビにライフフォースも同時収録され、いずれもほぼ忠実に移植されている。CD ロム内に開発者によるテキストファイルを呼び壁紙が入っている。画面の左右が黒く表示されるアーケード。 画面を左右に拡大したアーケードズームの2種類の画面モードを選択可能。ただし、アーケードズームにしてもスコアの表示はアーケードのままになるのでバランスの悪い画面となる。また、このモードではもともと256ドット224ラインのグラフィックを320ドット224ラインに引き伸ばして表示している。関係上、画質が低下している。ライフフォースも同様。 AC 版でレーザーを撃つとちらつく3面のイントルーダーがちらつかなくなっている。サラマンヘビデラックスパックプラスとしてサラマンヘビにライフフォースも同時収録。いずれもほぼ忠実な移植。こちらはアーケードズームの画面モードしかないが SS 版と違ってスコアも拡大された状態で表示され画質の低下もない。 また、オプションで画面の位置を調整可能。グラフィックこそオリジナルに近いが、マルチプルの動きが素直で感覚が広い。縦スクロール面で下にミサイルを撃てない。壊せる壁が全て再生する。ノーミスで進むと3面の炎がたくさん出現する。ノーミスで4面に進むと1周目で打ち返し弾が発生するといった違いがある。また、アイアプリ版は、 時期の当たり判定が異様に大きい。一度クリアしたステージは、ステージセレクトに登録され、好きなステージから開始できる。i レボ v にて、FC 版、MSX 版、PC エンジン版、サラマンヘビが配信されている。また、プロジェクトエッグにて、PC エンジン版が配信されている。デラックスパックプラスにさらに、グラデュースにと、シックスを加え、 合計5作を忠実に収録。詳しくは、サラマンヘビポータブルを参照。プレイステーション4版は2015年11月27日に、ニンテンドースウィッチ版は2020年2月27日に、アーケードアーカイブスで配信開始。サラマンヘビのオリジナルモードに加え、北米版、ライフフォースと日本版、ライフフォースを同時収録。また、 ハイスコアモード、キャラバンモードが追加され、オンラインのハイスコアランキングに登録できる。他のアーケードアーカイブス同様に中断セーブに対応。サンダーミューの画面を激しくフラッシュさせる、攻撃の表現がマイルドなものに変更されている。Nintendo Switch ンン、PlayStation 4, Xbox One、Steam の4機主要として、2019年4月18日にリリースされた。 ダウンロード専売ソフト、アーケードクラシックスアニバーサリーコレクションに収録された版。マルチプラットフォームソフトのため、使用は全機種共通になっている。収録作は、本作のほかグラディウス、グラディウス2ゴーファーの野望、ツインビー、エージャックス、悪魔城、ドラキュラ、サンダークロス、スクランブルの7作。2020年3月19日に、 コナミより発売の家庭用テレビゲーム機 PC エンジンの復刻版である PC エンジンミニの海外版である PC エンジンコアグラフィックスミニとターボグラフィックスマイナス16ミニにはプリインストールの58作品の中の一作として PC エンジン版が収録されたまた開発会社の M2 の制作による一部グラフィックと BGM の改良、アーケードと同様のその場復活の採用、アーケード版で発生していた全ボイスを組み込んだ、よりアーケード版に近い異色の、サラマンヘビニアアーケードも収録されており、裏技の隠しコマンドにより、プレイが可能となっている。本作の音楽は、当時まだ音大生だった、東野美希が、アルバイトで作曲を担当した。 作曲した BGM が次々にボツになり、苦し紛れに三連符を多用したところ、多少の批判を受けながらも採用された、という作曲者自身による発言が、CD のライナーのーツに記載されている。当時制作しながら、ボツになった、いくつかの曲は、翌年発売のライフフォースで使用されたり、X68 版では、ローディング時の BGM として採用されたりもした。 また PSP ソフト、サラマンヘビポータブルのギャラリーにはこれらの没曲が収録されている。音楽演奏には FM 音源チップ IM2151 が使われており、ステレオ出力されるのも当時は珍しいことだった。マイコンベーシックマガジンの1986年11月号、並びに、同12月号では、古代雄造が PC-8801。 キイソーように、本作使用曲のステレオ演奏実現を試みる、プログラムを発表した。これは左右チャンネルを各々別のプログラムとして2台の PC-88 に入力し、同時再生させることで、サウンドボード搭載の音源 YM2203 の出力ポート不足を補う方法をとっていた。元のデータをコンバートしたものではなく、耳コピーであり、 音源のスペックが異なるため、再現性については完全ではなかったが、2台の本体を必要とするプログラムとして話題となった。またタイトルについては当初は付けられていなかったようで、1986年にアポロン音楽工業から発売されたオリジナルサウンドオブサラマンヘビでは第1ステージサウンドなどとなっている。 以下の曲名は1992年に発売されたサラマンヘビアゲンマイナスに基づいている。開発当初、本作はグラディウスからの続編であるグラディウス2となる予定だった。しかし、横スクロールにするか縦スクロールにするか、開発部署で揉めた末に、これらを交互に挿入することになり、システム的にもグラディウスと異なる点が多いために、 別タイトルになった経緯がある。ゲームのエンディングで敵が惑星から脱出するシーンがあるが、これには制作スタッフが続編のグラディウス2を作りたいという意思が込められている。ゲーム誌、ファミコン通信のクロスレビューでは合計29点、ファミリーコンピュータマガジンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は以下の通りとなっており、23.48点と、 なっている。ゲーム誌、ファミコン通信のクロスレビューでは合計26点、月間 PC エンジンでは95.9080.85、80の平均86点、丸勝チ PC エンジンでは8.97.8の合計32点、PC エンジンファンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は以下の通りとなっており、2 2 0零点と、 なっているまた、この特典は、PC エンジン全ソフトの中で160位となっている。前出の通り、ライフフォース、サラマンヘビ2がそれぞれ本作のアレンジ、続編として存在する。これらはすべて本作から発生したサラマンヘビシリーズと見た場合のものであり、実際には本作を含めたこれらは、グラディウスシリーズの一つである。本作をモチーフにした。 サラマンヘビを第一作とする OVA シリーズも発売され続編にはグラディウスをモチーフにしたサラマンヘビ瞑想のパオラとグラディウス2をモチーフにした完結編サラマンヘビゴーファーの野望が存在するグラディウスシリーズ以外の後のコナミ作品にもたびたび本作のキャラクターが登場している以下はその一例であるありがとうございます